A か B か C か D か E か F か G か H か8組のアズトを選ぶとしたら君ならどれが好き？ F F か次は自分に素直思ったことを隠せない。でも理想と現実だいぶ違うから夢から覚めなさい。じゃあ EE か次は少しお利口さん。 F か次より少しはお利口。それでもまだまだ夢見がちだから大人になりなさい。じゃあ E E か次はだいぶお利口。 F か次よりいくらかクール。そこまで現実わかっているならもう一頑張りです。じゃあ C C か次は正解に近い。最も限りなく正解に近い。でも C に見たら女性も多いので油断は禁物です。おっぱいチョイスのセンスでその後の人生は大きく左右されます。まるで左右のおっぱいのように。 B か次は中途半端。好みとしては中途半端。悪でもいいけどちょっとはタオラ。そんなの微妙すぎ。A か次は卑屈すぎます。自分に自信がない証拠です。おっぱいはケチで怖くない。勇気を持ってください。C か次と H か次は出かけりゃいいってもんじゃないことを決めていておいてください。女性の敵ですよ。いろんなおっぱい見てきたけれど最後に私が言いたいことは女の人を胸で判断するのは良くないことですよ。ララ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 ラ